はい、ママミニマリスト井澤ひとみです。今日は休日、子供2人がいる中の我が家のルームツアーっていうのをしたいと思います。リアルにですね、洗濯物が干してあったりとか、まだ片付けてないものがあるので、まあ、そんな感じ、セキュララな我が家を見せていたらなと思ってます。それでは早速始めていきます。はい、今の我が家の様子です。洗濯物が干してあったり、片付けてないものが散乱していたりします。子供が2人いて、1人はお菓子を食べてるし、1人は遊んでます。キッチンはまだ洗い物をしてないので、こんな感じで朝ごはんの後の片付けをこれからしないといけないところです。子供たちが保育園に行ってれば綺麗に片付けることはできますけど、まあ、休みの日っていうのはそんな完璧にはできないので、まあ、こんな感じでもいいかっていうところで、外に出ていく時だけ綺麗にするようにしています。あと、この洗濯物は昨日の夜に洗濯したもの、ここでちょっと冬の間は乾かしてるんですね。なんでかっていうと、エアコンと対面で乾きが早いので、まあ、ここに干しちゃってます。基本的には洗濯乾燥機で乾かすんですけど、乾燥機で乾かしたくないものはここに干してますね。まあ、加湿代わりにもなく適任しようかなって感じです。で、あとは長男がトミカで遊んでたり、日々出てるおもちゃはレゴだとかマグネットブロックと、あとファイトボードにしてます。あとこっちの扉は子供たちの服なんですけど、保育用品が入ってたり、上着から全部冬の服が入ってますね。こんな感じで普段はもうずっと開けっぱなしです。で、昨日羽織った上着をここにかけてて、中にすぐにはしまわないようにしてますね。ここも全部オープンにしています。開けっぱなしです。で、あとは今ぬいぐるみが散らかってたり、こういうのが散らかってたり、あとここはお布団ですね。次男がベッドルームから持ってくるんですけど、これをちょっと戻さないといけないし、で、あとはソファーの隣に今ここに下着屋とかもうパジャマ入れですね。もう畳まないのでここにざっくり入れてます。で、あと今はお菓子食べてる次男がいて、そのダイニングボードには朝使った朝食用のトレーが並んでます。あとはお手拭きですね。で、これは今次男が使ってるので、次男使い終わったらまとめてしまうんですけど、いつもはこのダイニングボードのこの下のところ、ここに入れてます。で、このダイニングボードの下のところには今ちょっとぐちゃついてますけど、普段子供があまり読まない本だとか、あと紙袋類、まあ、あとメルカリの発送するそういう袋類ですね。そういったものをここに入れてます。その上にお盆を置いてます。こんな感じで入れてます。まあ、ここに入れてるメリットは、長男がご飯だよって言ったらここからトレを出してくれるってことで、ダイニングボードのところに置くようになりました。こんな感じ。あとは写真立てに携帯ステーションがあって、この写真立ての後ろには実は次男の薬をこうちょっと隠し気味入れてたりします。あと、あ、これは昨日買ったコードホルダーと、あと本ですね。今ここをちゃんと置き場を決めておらず置いちゃってるので、これも戻します。これはまだ未処理なので、まあ、キッチンに置いて帰ってきたらやるってことで、これは今本を入れてるところがダイニングボードのここに本をバーッと入れてるので、もう本がいっぱいになっちゃったな。ここに本を入れてます。あとはここのキッチンの片付けと、あとこれは持ってくもの、このコードはしまうもの、機械類はダイニングボードのここに入れてるので、まあ、もうここにパソコンの隣にポンって置いちゃいます。こんな感じです。あとはぬいぐるみを片付けてもらって、テレビボードのここにしまってるので、後で長男に片付けてもらいます。あとはこの国旗ゲームはこっち側に、いつもここに
ここにポンと置いてるので、ここにしまいます。あとはこのお布団類をベッドルームに移動しようと思います。はい、ベッドルームはこんな感じで今換気をしています。ここで窓を閉めてベッドメイキングをしたいと思います。はい、こんな感じでベッドメイキングが終わりました。もうすごい簡単ですね。さささっとやるだけです。あと枕カバーは今洗ってますね。だいたい3日に1回は枕カバー洗ってます。であと最近増えたアイテムがねずこといのすけのクッションをいただいたので、まあ、子供たち用の枕としてここで使ってます。あとはベッドの上に照明のリモコンを置いてたり。遊んでくれたの？あ、やっぱ持ってくの？持ってかれちゃった。持ってかれた。あとは空気清浄機があったり、いつもここの扉を開けっぱなしなので、私と主人のクローゼットはこんな感じで寝室で開いてます。で、毎朝空気を入れ替えするので、まあ、そこでこのクローゼットの中の空気の入れ替えもおのずとしてるって感じですね。はい、あとこっちの部屋は特に変わりなく、メルカリに出すものが増えたぐらいで、物としてはこんな感じで、あとは玄関ですね。玄関も出かけるので、そこで持ってくカバンが置いてあるのと、あと靴とかは出してないです。で、あとまだトイレ掃除をしてないので、トイレ掃除をするのと掃除機がけをこれからします。今洗濯を回しているのと、洗面室がこんな感じ。特に何もないですけど、お風呂場の扉は結構開けてることが多いです。なんでかっていうと、うちマンションで窓がないので、まあ、ちょっとでも換気のためと思って、このお風呂の蓋とか裏返しにして水分飛ばしたりしてます。あとは洗面台の一番こっちの扉を少し開けてて、歯ブラシが置いてあって、珪藻土のものを敷いてるんですけど、まあ、ちょっとピタッと閉めるよりは少し隙間を持たせて開けてます。そんな感じ。もうこんなぐちゃぐちゃな感じですよね、お休みの日っていうのは。まあそんな感じです。あとここには、これも出かけるときに使うものをここに置いてあって、これと携帯を持って今日は出かけます。で、洗い物をするのと、こっちはこの辺は洗ったものですねが置いてあるので、乾かしているので、まあ、このままにしておきます。あとはバナナとかみかんとかパンとかと、あとお米ですね。で、これも明日お米炊いたら冷蔵庫の中に入れるので、もう今日はもうこのままって感じです。そんな完璧にはできないので、まあこのままでいいかなってとこですね。で、今次男がおやつを食べたので、この食器とともにここを洗っていこうと思います。洗った後のスポンジはいつもバルコニーに出して干しています。あとは洗って使えるキッチンペーパーでシンクを、水滴を取ってます。はい、どうぞ。キッチンで使ったキッチンペーパーは洗面室で一回洗って、洗面台を拭きます。拭いたら洗面台の中も拭くっていうか洗う感じですね。きれいにして、これで最後玄関を拭きます。今
使ったキッチンペーパーで、まあ、もっといろいろ拭く時もあるんですけど、もう今日はめんどくさいのでもう玄関だけ拭いてポイしようと思います。さっと拭くだけですけど、こんな感じで、まあ、できたら毎朝、毎朝できなかったら2日に1回ぐらいは玄関の掃除をしてます。はい、あとはトイレ掃除ですね。我が家はというか私はめんどくさがり屋ですし、毎日続けることを重点的に置いているので、トイレ掃除はめっちゃ早いです。もうここにある蓋まろとあと服シートで拭くだけですね。ほんとそれだけです。アスクルのトイレを掃除し、大きいんですけどこれを半分に切って、いつも半分は玄関拭いてたんですが、今日はキッチンペーパーで拭いたのでこの半分は残しておきます。さらにこれをこのように半分にビリビリと破って、この半分で掃除します。ほんとこんな感じで適当ですね。で最後にで掃除したよってことで三角オイルにして、あとはちょっとスプレーをシュッシュッと当てて蓋閉めておしまいです。はい、もうこんなすごいちゃちゃっとめちゃめちゃ簡単なトイレ掃除しかしてません。でたまにちょっと少し念入りにやるときはありますけど、毎日はこんな簡単なトイレ掃除でした。タクぬいぐるみ片付けて。はい、そんな感じで子供がいる時のルームツアーでした。ただおもちゃも片付けてないですし、片付けたものを持ってこられたり、まあ、本当にお湯が結構な感じでなかなか綺麗にはならないですけど、まあ、完璧は求めなくて、まあ、自分の中で、まあ、ここまでやったら、今日はここまで掃除したらいいやとか、今日はここまで片付けたらいいやみたいな感じで割り切って過ごしてます。そんな感じの我が家でした。もしこちらの動画が何か参考になったよと思われた方は、グッドボタンとチャンネル登録をいただけますと嬉しいです。また我が家のそうやって我が家のこういったリアルな日常っていうのも公開していきたいと思いますので、また見ていただけたら嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。